どうも、熊岡です。今回も最新作のホラーゲームやっていきましょう。今回は、アパスインザウッズというね、えー、ホラーゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームは海外のサイトでダウンロードさせていただきました。早速やっていきましょう。えっ、ー、と、ちょっとほぼね、概要欄がよくわかんないんだけど、ここはボリュームを100まで上げてくださいと。 あーで、事故った感じだなよくあるね、ホラーゲームで。えエビデンス・オブ・ジェイクス・ゴー・ミッシング。ロック。PS1 系の結構荒いやつだね。あ、フラッシュライトね。 なるほど。いろいろ見れそうだけど、鳥かなアイテム。アイテムをインタラクトしてくださいと。これ多分道順に行かないと多分行けないね。あららら。雷ちゃんが鳴ってるじゃない。こっちは光はないけど、あ、光はあるな。 ブロッドあこれか血があるねなんだ事故した先にあパリンチョ街灯がパリンチョこれは怪しいね何かしらが起きていいんじゃないかおブロットそして続く家 トイレかなるほどね。Where is Teddy?Teddy はどこにいるのって血が続いてるけど、トイレこんな迷路なの ?Teddy ってテディベアとかそういう。What the hell is going on? 血が出てない深いな <laughs> トイレが深いなああそうちょっとじゃあうおトイレ深いなマジかオッケーんもない トイレが深いならしょうがない。おしっこしたくても我慢する。さあ、こっちはあブロット。トイレどこにあるのよブロット。ブロット追っていけばいいのか。血をね。あテディ。 テディっていうのはベアちゃんのことか。ベアちゃんを探さなきゃいけないあ、でもベアを探したな。Find a way out of the building. ここから出る。j a k go missing. 何かを探さなきゃいけないみたいだな まあちょっと血に沿ってきてしまったので何かを見つけないといけなさそうだなさあ,ああここはぐるりと別に血を追ったら何かが得られるとかじゃないみたいだね 血の雨がすごいぞファインドいや最初のやつが井戸だ井戸がゴリゴリの血の井戸だななんか喋ってんなちょっと奥行ってみます 地にも、ああんかあるななんだこれ肉の塊みたいなああライトが赤いいつの間にかハットを探したのがオッケーになってるちょっと世界観が変わったぞ なんだいああんか開いてんな。バツバツバツちょっと明かりの方行ってみるか。電灯あなんかある。なんだろうこれ。バスだ。 運転ができるわけじゃないよねいやあでも血がすごいなテントだボールに血がついてるゲットアウトザキャンピングサイトこっから逃げろってこと どうやってどこどこへ逃げるにはここは囲われているなそうだね血があるああいけそうなんだ Go back to the car. えっカーっていうのは自分の車かこっちにあるのかいそういうことああ道が決まっとんなこれなんだ おヘルプ助けたいのは山山ですでもダメでしたなんだろうつるされているなんこっちか まあただこんな奇妙なことが起こったから早く自分の車で帰ろうってことだななんだこれ 7?×7 って何 上に何かあるのかいいやいけないなああなにかああのバスに戻ったらキーがあるってことそういう感じか。 鍵だってねえもんな。特にこの人が持ってるわけでもないから、とりあえず、ファインドアカーじゃない。ゴートゥーザバックアカーか車に戻りましょう。自分の車だと思っちゃったわ。じゃないね。バスの車ってことか。 さあちょっと何か戻ってみたらあ,あったあ,ったあ,ったあれこんなバスだったっけあれこれじゃない Go back to the car. あじゃああの先に自分の車がやっぱりあるってことかどうだろうあったかないやなかった気がするんだけどまあとりあえずね行ってみようこれここで何もないっていうのがちょっと気になるんだけどな 上には何があるんだいってい話よ。こっちにはないね。上には上がれなさそうだね。とりあえず、車を見つけたいな。 7個1234567うん67ってことはおそらくこのゲームの中での7を探せばいいってことか。 今、6チェックが入っている状態なのであったこれか車の鍵。 あれ音が鳴り始めたぞ。オープンザドアああ、じゃああのドア開くんだ。えー、そうか。車の鍵、車を開けたらどうなるのかっていうとこだな。違うな。こっちだ。向かう先はこっちだ。なるほどね。 マルチエンディングかこれあーでも音がしっこりしっこり音がしっこり聞こえてきた気がするさあちょっと下のドアが開くのかどうか見てみようかここだよね開く 誰だジェイク。あれジェイク、キールド、ユー。ジェイクが私を殺したと。えー、なんか、すごい意味深な感じだね。あのー、やってるギミックとしてはそこまで難しくはないんだけど、なんか、不思議な感じがすごいした。 えーえー、これはデモ版でもなくて、えーまあ、単発の、ねえー、海外のフリーゲームとなりますけれども、えーまあ、こういったやつもやってきますので、ねえー、ゆっくり見ていってくださいということで考察っていう考察はないけど、はい、今回はこのフリーゲームここら辺で終わりたいと思いますまた次回違うゲームでお会いしましょう ということで今回は終わりです。<music>